何かのなんか学びたいんでしたら、まあ自分が好きなことを学んだ方がいいですよね。言語の勉強はさ、何か決めて勉強したらちょっとあんま良くないと思います。いろいろなんか聞いてみた方がいいかもしれないです。皆さん、韓国人ってさ、辛さを感じて爽やかな気分になるみたいな。韓国人を漢字一つの文字で表現したら、辛ラーメンの辛いマックあるんじゃないですか。あれで言ってるんですね、みんな。皆さん、羽と翼って何が違いますか？一枚の方が羽ですか？フェーザーとウィングめっちゃわかりやすい。あだす。だ羽が1キルで、翼が20キル爪ですよね。そう、みんな理解して使ってるわけじゃなくて、自然流れで言ってるからな。言語ってそういうもんなんですよね。難しいわ。私、日本語は皆さんから教えてもらいましたね、大体。リスの皆さんが先生って感じ。でも、私はちょっと特殊な環境じゃないですか。これで飯来てるから、今。例えば、日本語喋れたらご飯食べれるのに、これ喋れなかったらご飯食べれないみたいな。そういう環境でなんか、勉強してたら、まあ、生き残るためには、まあ、学ぶんじゃないですかね。まあ、でもちょっと、間違って伝われちゃうかもしれないから、生き残るために、まあ、喋りましたは、ちょっと、まあ、違うかもな。俺はまあすごく興味があってて、楽しくて面白いからなんか勉強しましたね。日本語は。何かのなんか学びたいんでしたら、まあ自分が好きなことを学んだ方がいいですよね。だからまああるんじゃないですか。勉強自体がまあ好きじゃなくても、好きじゃないことをするときに自分が好きな何かとつなげてなんか学んだりしたら、ちょっとやりやすくなるんじゃないですかね。俺の場合はまあ日本語がすごく興味あったから、自分が好きなアニメ視聴とつなげてなんかアニメで日本語を勉強したんですけど、だからやべえ言葉もまあたくさん増えるかもしれないから、ドラマとかなんか見た方がいいですよね。でも、言語の勉強はさ、何か決めて勉強したらちょっとあんま良くないと思います。だからまあいい日本語、やべえ日本語、綺麗な日本語、クソみたいな日本語、気にしながら勉強しなくてもいいと思います。なんか、皆さんがなんかもしかして韓国語を勉強するんだったら、英語とか。例えば英語を勉強するんでしたら、まあ、配信者が言ってる英語、先生たちが言ってる英語とか。ドラマで出てそうな英語、ニュースで使われてる英語、いろいろなんか聞いてみた方がいいかもしれないです。えぐ。やべえ！考えしすぎだった今。マジっすか？俺今までなんか、どれくらい考えしすぎって言ったんだろう。考えすぎなんだ。それめちゃめちゃ間違って言ってたかも、今までずーっと。いや、だからガンガン教えてください、もう。なんかあったら。いや、でも言いづらいんだよな、配信で。相当勇気が必要なんだよ、それ。教えてくれるの。だってなんかみんな知ってる上で、優しく見てくれてるから、誰か一人がなんかそれを言ってくれるの大変なんだよな。いや、マジで救われました、誰は、今。あざすあざす。韓国のラーメンって何味が多いんですか？ラーメンですか？ラーメンは大体辛い味ですよね。まず基本、ベースが辛いです。日本の全然違うでしょ、皆さん。日本のラーメンのイメージ思い出したらさ、塩、豚骨、醤油、こうやって出るんじゃないですか。韓国は基本赤いベースですね。そうそうそう、辛ラーメンのイメージがメインです。でもラーメンがなんか日本がめちゃめちゃ有名なことも知ってんのに、それでもラーメンのベースはまあまずあれなんですよね。韓国の女性は辛いものを食べて汗だくになるって合ってますか？呼び方。あ、逆に日本の女性の方々って辛い食べ物を食べて汗とか出たらダメですか？あー、メイクアップか。それ気にしてないかも。ソムちゃんに聞いてみたいな、それ一回。多分気にしないかも。皆さん、韓国人ってさ、辛さを感じて爽やかな気分になるみたいな話してるの知ってます？皆さん。カリカリ君みたいなやつ食べたら、あ、爽やかな気分だってなんか思うんじゃないですか。それと一緒なんですよね。例えば、辛いスープのところに野菜とか入れたらなんかもうちょっとフレッシュな感じではないけどな。本当に爽やかな味がするんですよね。もうそれでしか言えないな。汗とは違います。なんか、ふわーってくるや、なんかそれが爽やかだって言ってます、韓国は。やっぱりスープはちょっと爽やかな感じしないとって。韓国行った時にコンビニでおにぎり食べたらめっちゃ辛くて、ああ、
辛い味するおにぎりあるんすよ。だからさ、日本の方々ってさ、観光に来てて、その文字読めないんじゃないですか。唐辛子のマークがなんかついてるその袋とかなんか見つければ、避ければいいかもしれないけどさ、間違って食べた時に、中から辛い味ブワーってなんか出たら、あれはおにぎりじゃなくて爆誕なんだよな。いやーでも俺が日本人の立場でなんか韓国旅に行ってたらちょっと怖いかもな、さすがに。まあ道歩きながらまあ片で、バーンってなんか、肩クラッシュしてるし、まあ実際なんか、バーンってはしないけど、普通に、クライはしてるんですよ。まあわざとぶつかる人はいないと思うけど、あんまり。普通にぶつかるから、日本の方々、韓国人たちはびっくりするかもな。韓国人にも辛いの結構嫌いな人いますか？多分いると思います。まあでもデフォルト的にみんな食べれるイメージなんだよな。こういう話もあったんですね、昔。韓国人を漢字一つの文字で表現する、したらって。辛ラーメンのその、辛いマックあるんじゃないですか。あれで言ってるんですね、みんな。韓国人はこれです。韓国じゃなくて、これと国の漢字一緒にしますね。チャンス。どうだい、苦しい？苦しいの？苦しいんだ、それが。俺は楽しいね。どうしようかな、君の友達よ。ドア開けてあげましょうか？ドア閉めて。あい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 、降りますね、もう。皆さんはどう思います？このゲームってマップはもうだいぶ増えた気がするからさ、もうちょっとなんかこういういろんなマップの中でそのプレイしやすく改善してほしいみたいなところ多くないですか？例えば広すぎなマップはもうちょっと小さく変えてみたいな。多分ちょっと直すだけでめちゃくちゃおもろく面白くなると思うけどな。マップ自体はまあ素晴らしいマップめちゃくちゃ多いから、まあでも俺はさ、なんかゲーム会社がなんか試しにいろいろ出してくれるのは正直いいことだとは思ってます。LOL の話すると、LOL ってなんかマップそんななんか多いわけじゃない、ないんじゃないですか。特にランクマップはまあ一つのマップだけをコロコロ変えたりしてるけど、その代わりにイベントマップはたまに出たりしてるんですね。ウルフとかなんか。だから話したかったのはマップが少なくても飽きれなくてずっと楽しめるゲームもあるからさ、なんかマップの種類をなんかめっちゃ増やさなくてもいいから、増やしてみて反応がなんかあんまり良くなかったらまあ今出してるマップをちょっとプレイヤーたちの好みにフォーカスをしてて満足させてくれるアップデートの方はマジで神になる可能性が高いと思います。なんかむずいな日本語。次のリングに入ってるな。もううまいね、半端ない半端ない。レース当てかん。おおおおほほほほ、これってチータなの？でも下から上狙うためにはさ、頭しかほぼ見れねえじゃん。一回ちょっとだけ見てみ。当て感自体がちょっと気になりますね。どれくらい強いのか。Whoa!